隊長、ここは断絶の帯の通信障害がひどい。このままじゃ、こちらとの通信が途切れ。渡る、なんとか通信を維持しろ。他の部隊はいないのか。ポイントアルファの生存。隊長、天井にヒビが。くそ、カッコ回避だ。強化招待3回しろ。上から来るぞ。セット隊長、鶴見、崩れるぞ。みんなは現場、ギャリソンとつぐみナザール無事だ。近くにあと二人いる。ユイト、生きてるか。ナギ、今どこにいる。瓦礫越しの隣だよ。ナオミちゃんと一緒。今 GPS を再起動する。うわー、ナギ、どうした。怪異があちこちから攻めてきて、ナギさんが。お姉ちゃん、まずい。怪異の数が多い。急がないと。俺が瓦礫をどかす。数が多すぎる。俺も手伝う。ナミ、お姉ちゃん大丈夫。大丈夫、ちょっと足を痛めたくらい。あいつ殺すわ。おい、頭冷やせよ。重ね、あいつを潰せば勝手に冷える。そっち任せたわよ。わかったよ、つぐみ。了解。重ね、大丈夫かな。花火は瀬戸隊長と一緒だと思うけど、カゲロウをどうしたか心配だ。カゲロウなら自分で何とかできる。それより今は目の前の敵に集中。そうだな、まずは任されたこいつらを片付けよう。やれるよな。ナギ、悪い。お姉ちゃんは大丈夫。
今そっちに。おめえさん。アメちゃん危ない。ナオミ、どうした？ナオミちゃん、姉ちゃん。動けるやつは力を貸せ。俺も戦います。
ならやれるよな。まだ戦える。
転送能力か。しかしあのサイズを転送するなど、よほどの超能力者でないと。セイランの師匠が入っているが、なんだよ今のは。ナオミちゃんが、ナオミちゃんが。ナギ、落ち着け。落ち着けって、お前落ち着いてられるのかよ。あれは何なんだよ。俺だってわけわかんねえよ。わかんねえけど、どうにかしないと。悪い、パニックを起こしてる場合じゃないよな。でもどうする、これから。この中で一番キャリアがあるのは。いや、俺では無理だ。強化隊の指揮を預かっておきながらこんな状況を招くとは。ならこうしよう。俺はカサネを追いかける。ナギは前線本部に行って今起きたことを報告してくれ。俺だってユイタと一緒に。その足じゃ無理だ。つぐみ、ナギと一緒について行ってやってくれ。通信障害が起きてて本部に繋がらないみたいだから。わかった。ユイタ、気をつけろよ。ナギもな。ゲンマ、強化招待を預かってたならカサネはまだゲンマの部下だよな。だから一緒に来てくれ、強化隊の責任者として。そうだな、了解した。